はい、皆さんこんにちは。 YouTube ワードラッシング専門チャンネル、今日は特別ゲストをお迎えしての配信でございます。皆さん向かって左側、山崎優子さんでございます。で、右側、栗山よしみさんで、まあ、今日はそれぞれ優子さん、よしみさんというふうにお呼びしますけれども、優子さん、はい、自己紹介をどうぞ。ゆら海鍼灸接骨院副院長を務めております山崎優子と申します。よろしくお願いいたします。そして吉見さん。はい、私は勇気づけフォトカウンセラーを名乗っております栗山よしみです。よろしくお願いいたします。はい、でまずいくつかのことをお尋ねしたいんですけども、まあ、2人はお知り合いですよね。はい、通ってらっしゃるんですか？そうなんです。はい、ああ、そうなんですか。はい、どのくらいの付き合いなんですか？3年ぐらい。で、ヒューマンギルドに来る前から知ってたということなんですかね。はい。ああ、そうですか。じゃあ、どっからどう、ゆうこさん、ヒューマンギルドにたどり着いたんでしょうか。はい。まずアドラー心理学を知ったのが、2015年に嫌われる勇気を、はい、読んだことがきっかけでアドラー心理学を知りまして、その後実際にこう学びを深めたくて埼玉に教室を開いてらっしゃる原田彩子さんの教室に通って、エルム講座とスマイル講座、あとエルムリーダーの講座を受けさせていただいて、その後についに聖地であるヒューマンギルドでアドラーベーシック講座を受講させていただいて、そして今現在アドラーカウンセラーの講座も受講中です。吉見さんは？はい、私はちょっと人生に行き詰まった時にこのままじゃいかんなと思った時に出会ったのがアドラー心理学っていう言葉だった。言葉？じゃあ勇気づけって言葉だったのかな。うん、でその勇気づけキャンプっていうのがあるっていうので、子供を2人連れて、当時年中さんと、まだ年少になる前の、はい、息子たちを2人連れて、もう誰がいるかもわからない、何があるかもわからないキャンプに行ったっていうのが、はい、勇気づけとの出会いだったんですけれども、うん、そこから原田彩子さんの教室に通い、うん、で私もいつかはカウンセラーになりたいなと思って、はい、昨年受講させていただきました。そうでしたね。カウンセラー養成講座の、まあ、修了生、はい、去年でしたっけ？はい、昨年のこの時期でした。ああ、8月から10月の時期でしたね。はい、で、ゆうこさん今受講中で半分を終えた段階で、はい、いかがですか？はい、そうですね。今まで一人の人の過去をこんなに深く聞く機会っていうのはなかったので、とても変な言い方ですけど、普通の顔して何事もなくこう生きてこられたように見える方でも、やっぱその人にはこう深い過去があって、様々なドラマがあるんだなってことを教えて、とても興味深く、そして勉強になるなと思って受講させていただいて、うん、逆の立場を聞いてきたわけです、はい、逆の立場、はい。で、吉見さんはこう終わって、はい、いかがですかね。はい、私なんか人生の転機、今まで何回かあったと思いますけど、その一つがカウンセラー養成講座だったなというふうに。はい、その前の転機、はい、いわゆる子育てキャンプっていうか、そこ行く前はどんなことをやっていて、どう行き詰まってたんでしょうかね。はい、そうですね、私横浜市役所の職員をしていたんですけれども、かなりワーカホリックに働いていたかなと思っておりまして、子供が生まれてた後も、子供たちが起きる前に家を出て、寝静まってから帰ってくるっていうような生活を、まあ、していることが多かったかな。まあ、毎日そうとは限らないですけども。はい。で、そうこうしてるうちに、ちょっと職場の危機がやってきて、部下職員が4名いたんですけど、3名かける事態になりまして、もう、まあ、誰がどう考えても回らないんですが、何しろ公務員というか自治体というすごく硬直した組織で、人の補充がなく、なんか私が頑張るしかないみたいな感じで働いた時には、なんか微妙なバランスを保ってた、そのバランスが崩れてしまって家が荒れ果てて、私自身はいつも子供に対してガミガミ怒ってたのは、それはもう日常だったんですけれども、私じゃなくって優しい、普段優しい夫が子供に対してすごいガミガミ、私のように怒
こっているのを見たときに、あ、もうこれ限界だなって思ったんですよね。で、それで勇気づけっていう言葉に出会ったっていう。なるほどね。はい、ゆうこさんはその点、元ホテルに勤務されていて、はい、で、今、いわゆる整体というか、整骨院、整骨院じゃないね。ここにはどういう転機があったんでしょう。そのホテルを退職した後も、二、うん、つほど仕事してまして、別の仕事を。で、とにかく、東京で何かしらの爪の投稿を残さなければという思いで、上京してきてますので、自分探しをしてたんですね。出身福岡ですか？福岡です、はい。その爪痕を残さなければとは思ってるんですけども、うん、自分のその実力と、社会からのこう求められる人物像と自分のこのギャップに悩んだりしながら、自分のこう行く先に、迷子になった時期がある。で、その、迷子になってる時に、たまたまちょっと飲食店を手伝ってほしいという声がかかって、うん、その飲食店で働き出したんです。休憩のつもりで、うん、軽い気持ちで働き出したところに、実は今の、主人との出会いがありまして、はい。で、まあ、結婚に至ったんですけども、うん、その結婚をしましたら、その、主人のお父様が、この整体鍼灸のお仕事をされている方で、うん、そのままこう、うん、お父様のお仕事を学んで、私たちが継いでいくような流れに入ったっていう感じです。ということは、その当時出会った頃、はい、その頃は、まあ、鍼灸だ、整体だは関係ない。全く、はい、受ける方でしたね、自分が。あ、そうですか。はい。じゃあ、その後学校に行かれたんですか？あ、そうです。はい。結婚されてから。はい。はあ。で、そのお仕事と、まあ、今度ね、ゼミナールを10月に担当していただきますが、それは後で語っていただくとして、その、アドラー心理学と、まあ、鍼灸整体というのは、全然関係なさそうだけども、その辺の実態どうなんですかね。深いつながりがあります。はい、そうなんです。私は今、この仕事について16年ぐらいになるんですけど、うんうん、体の方からどんなに体の緊張を解いても、うん、解いても解いても、やっぱり治らない人がいらっしゃったり、一、うん、回治ってもまたぶり返す方がいらっしゃったりするんですが、どうもこれは体だけをどうにかしようとしても治らないぞと気づいちゃったんですね。気づいちゃった。やっぱその人からの言葉を聞いていると、どうもその心のネガティブな癖が垣間見えるわけですよ。はあ。はい。例えば、頑張り屋さん気質で、常に誰かと比べて競争していたりですとか、両親への恨みつらみを抱えたまま、こう不満の中で生きてらっしゃったりとかっていうのが、こう、施術をしてるとですね、すごく伝わってくるんですよ。そこで行きたくなったことがある。はい。よしみさん。どうでしたかこの人。吉見さん。この人の記録。はい。吉見さん、はい、初めて。そうですね。吉見さんはいつもクールにいらっしゃるんですよ。ちょっと疲れてるかなっていうような、そんな感じで、フラットか、軽い感じでいらっしゃるんですけど、うん、触ってみると結構ガチガチで、うん、多分、ご自身が思ってらっしゃるよりも、すごく体は硬直して、いらっしゃるんですよね。最初は。最初は。横浜市役所の頃からですか？まだ在職中ですかね。あ、在職中です。はい。だった。ですね。在職中もっと広い、ね。そう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 。どう変わってきましたか？まずやっぱり、LINEされた時の表情や姿勢から変わってきたと思います。はあ、そのまずだから体を触る以前にもう気づく点っていうのがあるんですよね。その歩き方とか姿勢とか顔の表情とかから、うん、だいたいもう、あ、良くなってきてるんだなっていうのがもう、ベッドに横たわる前に、うん、だいたいもうオーラでわかるんですよ。オーラでわかっちゃう。で、まあ、触ってみると、確かに硬いは硬いんですけど、うん、その、頑固な硬さではなくて、うん、施術するとスッとそれを受け入れて、うん、さーっともう緩んでいくのが早くなったなっていうのを実感としてあります。うんうん、なかなかその心理的に、さっき言ったみたいな、そのしこりというか、うん、心に何かこう抱えてらっしゃる方っていうのは、うん、どんなに時間をかけても、かたくなに硬いっていうのがすごく実感としてあるんですよね。うんうん、で、ちょっとこう良くなったかなと思っても、
例えば腰をやってその後首に行くじゃないですか。うん、で首やってまた腰を確認するとまた硬くなってたりとか、はい。なかなかしぶといなっていう。しぶといな。しぶとかった吉見さん、日常生活どう変わったんでしょう。日常生活。日常生活。いや、本当にね、ちょっと恥ずかしすぎて話していいのかなって話しちゃいましょう。ですけれども。はい。はい、子供が、ちっちゃい子ですよ。うん、まだ、出会う前なら4年前ですね。うん、子供が小さい時に、もう本当麦茶をこぼされるだけで激怒してた。お母さんが言ったじゃない。だから、こぼす前に、麦茶持った時点で、先回りして注意してるんですね。うん、こぼすよって。やろうかって言っても、自分がやるって言うから、こうね、注ぎます。ほら、見たことかと。そこでまた怒る。激怒です。怖いね。怒鳴ってましたね。はい。うん、ですよね。塩膳が塩ごと。塩膳。アトラシンの塩ごとどうなった塩ごは、やっぱすごい、子供との会話が増えましたし、うん、怒ることもそんなにはなくなったかな、うんうん。完全にとは言い切れないかもしれないですが。だって、Facebook でいろいろ発信しちゃってますよね。はい、そうですね。そのエピソードの一つを。エピソードの一つ。もうね、すごい幸せなんですよ、私。お、今。はい。はい。毎晩、寝るときに、お母さん生まれてきてくれてありがとうって子供が言ってくれるんですよ。私を産んでくれてじゃなく、お母さんが生まれてくれて。はい。はあ、はい。何歳ですか？今、小3と小1です。小1の子がよくそれを言ってますね。はい。だから、もう変われば変わるものだなって。で、小1のその次男は、生まれてきてくれてありがとうって言ってくれる子は、麦茶こぼして、激怒されると、自分も激怒して、お茶が入ったコップを投げつけて割るみたいな。でさらに激怒するっていうのを。三度激怒するわけですか。はあ、やってましたね。はい。恥ずかしい。うん、それが今や穏やかに、はい、お母さん生まれてくれてありがとう。はい。うまい。すごいな。はい。はい。ゆうこさんのご家庭はどんな風に、はい、そうですね。私は実は主人が院長で、うん、私が副院長なので、うんうん一日中ずっと一緒にいるんですよね。あ、そうですね。仕事もね。そうです。職場でも一緒。家に帰ってからも一緒。ずっと一緒にいるので、家に帰ると口を聞きたくない。ギスギス。っていう感じだったんですよね。で、私の考える治療院の経営のアイデアがあるので、うん、こういうことしたらいいんじゃないかとかっていうのがあって、まあそういうのを話すと、あちらからは、こう、経営者目線ではないと。そんな簡単じゃないということで、本当にミスター油のように全く交わることができずに、いつもこう喧嘩別れして、またこう嫌な空気のまま出勤して、もう本当に必要最低限の会話しかしないで、っていうのをこう毎日毎日繰り返してました。それが途中で、息子を出産したことも あった。それも大きなきっかけだったと思うんですけど、会話は格段に増えましたし、相手を解き伏せようとか、分からせようというような、こう、合戦がなくなったなというのはすごくありますね。エルム講座の中でも、話の聞き方ですとか、伝え方なんか、そういった基礎的なことを学びますけど、それがすごく生きていて、その共感ももちろんそうですね、相手の目で見て、耳で聞いて、心で感じるっていうのを、こう心に置いて相手に話をすると、またそれは伝わりますので、で私がそうやって変わってきたことによって、あちらの態度も柔和になってきたというのは実感としてとてもあります。なるほどね。結構ご利益ありそうですね。本当はもっともっと聞きたいんですけども、今までね、これまでのことをお二人に聞きました。でこれからのことは皆さんに違った形でお伝えすると思いますのでお待ちいただけたということでお楽しみにお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。10月10日スポーツの日にこちらのヒューマンギルドでアドラーセミナールを担当させていただくことになりました山崎優子です。タイトルは体への勇気づけが心も変える。自分の体にもっと関心を持っていただいて、優しくいたわり、癒すことで心も豊かに健やかになれるようなお話をさせていただきたいと思っております。皆さん、ぜひご参加よろしくお願いいたします。